遅かったな。Kは？彼女は無事なの？コーク。よかった。まだ融合していない。アラブの石油王、ユースフが天孫流星の本体である情報を得た。早速アービアへ向かってもらおう。カティさん、話が違います。そんなのダメですよ。早く K のイマージュを元の体に戻さないと。このままだと精神が融合して K は死んでしまうんだ。でもギネス博士なら K を元の体に戻すことができる。天孫流星なんてどうでもいいから、すぐに博士のところへ行くんだ。なんだって、お前は K が死んでもいいのか。コーク、いいの。天孫流星を倒せば父さんが助かるんだもの。でもそれじゃ K が。少年よ、諦めろ。我らが取るべき道は一つだ。負けん。お前は K を本当は助けたいんだろ。彼女を助けたい気持ちはあるんだろ。お前には心がないのかよ。少年よ、魔剣の選択は正しい。天孫流星を倒すことが彼の使命なのだからな。アラビアへ行くぞ。奴のアジトまで案内する。もしKが死んだら僕はお前を許さないからな。残念だったな、負けん。俺はハッケのウィリアムだ。我らが対局はもう紫禁城へ戻っちまったぜ。しかし、お前はバカな奴だ。せっかくの神の力を使わず、風剣士ごときに従う理由が、俺には全く理解できんよ。万古の力で絶対的な秩序を築く。それの何が気に入らないんだ？いやいや、説明はいらないぜ。俺が理解する必要はないのさ。どうせ、お前は死ぬんだからな。Oh!
マケン、Kの意識はもうないんだろう。そうさ、お前が彼女のイマージュを吸収したんだからな。お前がKを殺したんだ。どうして彼女を助けてくれなかったんだ。いいよ、別に答えなくても。もう決めたんだ。僕はお前を壊してKのイマージュを取り戻す。死んでくれ、マケン。お前は必要ない存在なんだ。
負けんよ。融合した少女を見捨ててまで世を倒そうとする汝の精神は哀れな人類のそれと変わらぬ。人は集まり世界を作り、世界は人を生み出すも、両者の価値は等しく、どちらも守るべきものだ。それを解せぬ汝に万古の加護は宿らぬ。全人類の精神を管理し、争いなき理想郷を築けるのは万古の意志と力を継いだこの天孫隆盛のみ。世界が求めているのは残念ながら汝ではない。哀れな魔剣よ、自身の愚かさを悟り、この場で無に帰るがいい。
中双方の歩み寄りによって第三次世界大戦の危機は回避されました。今後中国アメリカ両国は国連指揮下のもと共同で欧州の復興に当たることになるでしょう。以上ホワイトハウスからヘンリー・ワインハードがお伝えしました。本当によろしいのですか？いつ婚約を破棄してもおかしくない相手ですよ。その心配は無用だ。主席を操っていた悪魔はもうこの世にいない。少し私一人にしてくれ。What?